はようございます。今日はですね、今時刻が8時になろうとしてるんですけど、今日朝6時に起きて今ランニングを15分ぐらいしてきました。ちょっと一汗かいて今から朝ごはんを食べに行きたいと思います。ハワイのね、朝みんなランニングしててめちゃくちゃ気持ちよくて、後ろにこっちに川があるんですけど、そこの川沿いをね15分ぐらいランニングして朝を迎えたんですけど、めちゃめちゃ最高のなんて言うんだろう、ランニングコースというか、みんなウォーキングランニングしてた、ゴルフしてる人なんかもいましたね。まあ、そんなこんなで今日はですね、ウーバーが使えなくなってしまったこともありまして、前の動画で言ったんですけど、クレジットカードを、ウーバーに登録してたクレジットカードをなくしてしまって、ウーバーに乗ることができないので、これさっきね ABC ストアで買ったこれポロカードっていうスイカみたいなカードを買ったので、これでバスを今日1日なんか12時まで、乗り放題みたいなので、これでいろいろ行っていきたいと思います。さあ今バス降りてきて歩いて、グーフィーカフェっていうところに行きます。グーフィーカフェっていうところに今向かってるんですけど、間違えて1個前で降りちゃってちょっとだけ歩きます。なんかバスは簡単だったね、多分合ってると思うんだけど、入るときにタッチして降りるときはボタンを押して降りると、全然難しくないです。この辺やばい、めちゃくちゃ最高。こんな、これ何公園って言うんだろう、最高だわ。すごい幸せな朝を迎えてます。今から行くところはロコモコとかフレンチトーストとか、昨日食べたエッグベネディクトとか、あとアサイもあるみたいで、すごい美味しそうだったので何食べようかな。スムージーとかもあるみたい。今朝8時、気温が25度ぐらいあるかな、すごい快適です。朝雨降ってだいぶ地面は濡れてるんですけど、あとこれかな、グーフィーカフェありました。これどこから入るんだろう。今ねグーフィーカフェの予約をしてきたんですけど、これ結構だいぶ待ちますね。10番目ぐらいだったから今5分ぐらい経ったところなんですけど、30分ぐらい待つかな、そんな待たないかな。うわすごい、見えるかな、向こうにあれがダイヤモンドヘッド。いや最高じゃないですかこれ、ヤシの木とワイキキビーチとダイヤモンドヘッド、日差しが強くてもう最高ですね。意地が強いというか最高だわ、言葉いらないですねこの雰囲気は。さあやってきました。今頼んだのがスムージー、これは何が入ってるんだろう、パイナップルとなんだっけ、パイナップルとライムとココナッツが入ってるみたいです。あとフレンチトースト、フレンチトーストの上にシナモンとパイナップルが乗ってます。じゃあパイナップルから、パイナップル感が強くて、あでもスーッとライムの匂いというか味もする。ココナッツの味はあんまりしないかも。パイナップルにライムの味を足したような感じ、うん、めっちゃうまい、冷て、めっちゃ柔らかい。いただきます。うん、めっちゃうまい、めっちゃうまい。これは柔らかくて蜂蜜がかかってるんだけど、めっちゃうまい。卵の味もしっかりするしね、めっちゃうまいわ。
ップルと一緒に行ってみよう。うん、うまい。どっちもありだな。ここにホイップクリームがあるので、これをかけてみよう。うわ、うん、うまっ。パイナップルにもシナモンかかってる。最高だわ。ハワイのカフェいいっすね。レベル高いっすね。パイナップルとホイップクリームとフレンチトースト、もう何でもありだ。シナモンが効いてるね。あと蜂蜜。コーヒートークっていうところで、これヘーゼルナッツとエスプレッソとチョコレートのスムージー頼んでみました。このカフェはね、日本人ほとんどいなくて、みんなね、クリエイターというか動画編集したりなんか仕事してる人がほとんどですね。あと若い人で話してる人とかもいるけど、すごいクリエイターが集まるカフェですね。雰囲気もめっちゃおしゃれで、今お腹空いてないんですけど、ベーカリーもすごい美味しそうなのいっぱいありました。これ先ちょっと飲んでみます。おお、チョコレートの味が強いね。うまっ。ヘーゼルナッツうまいですね。場所はここもバスで来たんですけど、結構遠かったですね。バスで40分ぐらいかかったかな、ワイキキから。この辺はレストランかな、寿司屋さん、バーベキュー、カフェ、ドーナツありますね。カハラマーケット到着しました。ちょっと入ってみましょう。ここはスーパーかな。こんな感じなんでしょうか。お、涼しい。お、こんな感じですね。ここはスーパーですね。いろいろ売ってる。当たり売りの、なんだろう、ポケ丼とか売ってますね。今スーパーがあったんですけど、このね、こっちの今いるカハラマーケットの反対側、トーラーさんで、向こうにもいろいろあるんですけど、あっちにホールフーツとか今から行くバーガー屋さんとかあるみたいなので、この一帯がカハラモールみたいなことなのかな。向こうに渡りたいと思います。ここね、前も来たんですけど、7年前ぐらいに、なんとなく思い出してきた。前来た時は自転車で来たんですよね。なんかこんな感じだったな。この上がフリーウェイになってて、ここはすごいね、まあ車来てないけど交通量が多かったり、なんか覚えてる。7年ぶりに来るといろいろ思い出しますね。今日は曇ってて風が強い。また雨降るのかな。風がめちゃくちゃ強い。渡れるかな。ここ道路無事渡れました。今スタバのドライブスルーがあったり、こうジムあるね。プラネットフィットネスって、これ世界にあるやつだ。あとあれメイシーズっていうのかな、モールがありますね。来たわここ懐かしい。ジム気になるな。カリフォルニアピッツァキッチンもある。ワイキキからだいぶ遠いんですけど、
いろんなお店がありますね。でここにこっち行ってみようかな。ホールフーズもあるんですよね。なんだろうここは。お、なんだここは。あ、ジムの反対側の入り口だ。お、ちょっと見れるかな。こんな感じです。いや、ジム行きたいな。ここはこんな感じです。特に何もないのかな。メイシーズ、ちょっとこうお店があるのかな。ショッピングセンターですね。お、鳩が中にいる。迷い込んじゃったのかな。こんな感じになっております。ちょっと入ったつもりだったんだけど、めっちゃでかいモールだここ。スタバもあるし、ここスタバもある。ここは何だろう、カフェが集まってますね。このこれ結びカフェって、なんかどこのお店も人気だ。おにぎり屋さん、すごいね。めっちゃでかいモールだったわ。外から見てるとあんまり分かんなかったけど、めっちゃでかいモールがあります。ここはカハラモールっていうところですね。さすがハワイというか T&C サーフという、サーファーのお店がいっぱいある。あ、ホールフーズあった。外にあるんだ。外というか、あ、懐かしいわこの感じ。ホールフーズの食べ物を買ってみんなここで食べるんですよね。今日どうしようかな。ホールフーズもありだな。こんな感じでテーブルがあってね、子供たちも遊んでます。ここはホールフーズ。そのホールフーズの隣にあるのザ・カウンター、まあ、今日はせっかくなんでバーガー食べようかな。バーガー、ホールフーズはワイキキにはないんですけど、結構いろんなところにあるから、まあまあまた行けるでしょう。ザ・カウンター、後でちょっとホールフーズも覗いてみます。お、空いてるかな。ここ入り口でいいのかな。よいしょ。ハロー。 Can I order here? Yeah, you want to order takeout or for dining? For dining. Just for one? Yeah, just for one. Thank you. やってきました。結構空いてるね。1時半だからかな。こっちにね、写真付きもある。で、このなんかね、自分でカスタマイズするって書いてあったんですけど、どうしたらいいんだろう。これか、これにチェックしていくんだ。チーズはプロテインって書いてある。タンパク質をまず選んで、サイズ選んで、チーズ選んでみたいな感じだ。よし、できました。オールビーフにして、チーズは、ここか、チェダーチーズで、サイズが3分の1ポンドで、あとね、バンズもね、選べますね。ここにブリオッシュにしてみました。うまそう。こちらがスイートポテトのフレンチフライとバーガー。これはブリオッシュのバンズ。どうしよう、どうやって食べよう。これ使おうか。フォークとナイフでいこうかな。お肉の焼き加減も選べて、ハンバーガーを硬めがいいかなと思ってミディアムしました。こんな感じ。うん、うまそう。いただきます。うん、うまっ。お肉がめっちゃジューシーで、肉の塩味というか旨味が、うん、じゃあソースも一緒にいってみます。うん、めっちゃうまい。うん、めっちゃうまい。やばい。では、いつく。Thank you。 マジこれうますぎるわ、うん、こんなポテトね。ポテト、このサレを、タレを使って、ここにつけて、これ何ダレなんだろう。こんな感じ。うまそう。マヨネーズベースの、全然辛くはないんだけど、何のタレだろう。
本当に分かんない、うまいけど何が入ってんだろう。たらこマヨネーズっぽいんですけど、見た目はたらこでもないな。でもこれそのままいった方がいいな。そのままいった方がうまいわ。スイートポテト、さつまいものフレンチフライですね。去年アメリカでも食べたけど、サンフランシスコでも。これうまいわ。日本にあんまないよね。これ見てこの肉汁、すごくない？一口でいけるかな、ちょっと大きい。うん、最高だ。さあ、ラスト一口。このタレをさ、自分でつけられるスタイルいいね。うん、このポテトもマジうまいわ。こっちもこのバーガーのアイオイソースつけてる。あ、食らうわ。でももうポテトがない。これポテトもバーガーもめっちゃうまかった。ではホールフーズにやってきました。果物が綺麗ですね。すごい混雑してますね。2時半、平日2時半のホールフーズ、結構混んでます。ナッツの量り売りもあった気がするんだよな。いろんな種類のナッツを量り売りで買えるみたいな。ないのかな、どこだろう。あ、これ美味しそう。チキンもある、フライドチキンもある。おお、これとか絶対美味しそう。ビーフ&キャベージビズマニララ、なんだろう、美味しそう。絶対うまいじゃん。アメリカのこういう味付け好きなんですよね。こっちにはフルーツもある、うまそう。すごい、めっちゃ種類ある。ゆで卵、チーズもね、さっきのバーガーじゃないけど4種類から選べるんだ。これなんだろう、これブルーチーズ。すごいね、ブルーチーズ、チェダーチーズ、ヘルメゾンチーズ、めっちゃある。ちょっとチーズね、チーズじゃない、ケーキ。すごい、ここピザもあるじゃん、チーズピザ。うわ、美味しそうだな。お腹いっぱいだけど、いやでもちょっと大きいよな、1個が。うわ、この三角の箱に入れるんだ、美味しそう。これ買っていこうかな。いや、ホールフーズ見てるだけで楽しいですね。ナッツはないな、なかったっけ。いや、まあピザはちょっとやめとこう、食べれる自信がない。あ、ケーキもあるよ、うまそう。こんな感じ、ケーキうまそうだな。じゃあ場所変えましょうか。はい、ということで今ホールフーズ行ってきました。いやー、見てるだけで楽しいね。バーガー食べてなかった、あのピザ食べたかったんだけど、今お腹がいっぱいだ。ここいいね、なんかこう座れてここでこう食べれるようになってる。外で食べるの気持ちいいね。さあ、ではこの後はちょっと時間あるので、また公園に行ってトレーニング動画を1本撮って、その後またビーチに行こうかな。今日も天気が良くなってきたので、そんな感じでちょっとアイドリングタイムというかゆっくりしたいと思います。その間にトレーニングもして、トレーニングの動画はまた別の動画で出そうと思うので、ぜひもう1本撮ってるのでチェックしていただけたらと思います。一緒にトレーニングしましょう。さっきのカハラモールを後にして、今からですね、ちょっと場所を移動してるんですけど、
のバスからの眺めがね、今ダイヤモンドヘッドの裏側を通ってるんですけど、すごいんでちょっと見せたいと思います。この、ね、今見えてるこれがダイヤモンドヘッドなんですけど、まだ汚ねえな、まだ汚ねえな。これダイヤモンドヘッドで、こっちが海、見えなくなっちゃった。こっちがこんな感じに、ビーチっていうよりかは海ですね。サーフィンしてる。こんな道をあえて遠回りしてるんですけど、こんな感じですね。こっちがダイヤモンドヘッドかな。窓がね、ちょっと汚いですね。はい、今だいぶ時間が進んで夜7時になりました。今日は今雨も軽く降ってて、夕方ぐらいから曇ってたので、この辺りはだいぶ真っ暗で、ほとんど車の明かりぐらいしか見えてないかなと思うんですけど、今からですね、夜ご飯パイオニアサルーンというお店に行きたいと思います。ちょうど着きました、ここですね。メニューはこんな感じになってますね。写真もある。こっちでテイクアウトもできるようになってますね。何にしようかな。今お店やってきました。店員さんまさかの日本人で、うちまで英語喋ってたんですけど日本語通じたっていう。店内は結構空いてて、これ中で食べることもできます。さあ今来ました。なんだっけ、ガーリックアヒステーキ。お、こんな感じです。初めてですね、アヒステーキ。お、うまっ。焼いてあるのもいいですね。うん、うまっ。お肉よりやっぱり軽いからすごい食べやすいです。これはペンネかな。誰がこれ、ポン酢かな。これね、アヒだから表面だけステーキしてあって中は赤いんですけど、ポン酢とネギとガーリックがめちゃくちゃ合う。うん、最高。これめっちゃうまいわ。いや、アヒもね、しっかり入ってる。今半分ぐらい食べちゃったんだけど、量も多いしね。いや、めっちゃうまいわ。で、マグロだからお肉と全然違って軽い、本当にすごい柔らかい、うん、最高だわ。いやー、めっちゃ美味しかったね。真っ黒だ。ちょうどここにバス停が、これバス停？真っ暗だ、本当に。これバス停かな。あ、バス停だ、23番。これ来ると思うんで持ちたいと思います。向こうは何だろう、ちょっとこれ暗いな。お、見えるかな。向こうもお店ありそう、明かりがありますね。はい、今ここはワイキキビーチに戻ってきました。今日の動画楽しんでいただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Can I make you my forever girl? I can't explain how you make me feel.